チェイスアクセントタクトシュートタップアイアツェレスハルセーサップ、はい、真夏のファッションコーデ対決。おお、今回ですけど、まあ、ファッション企画でございます。だいぶ久々急だね。そう、今日今回はまあ夏入りそうじゃないですか。まあ、夏か、そうです。4月なんで後半なんでね、はい、夏といったらやっぱファッションとかそういうのもガラッと変わる時期で、今回はそのファッション対決をやっていくわけですけど、まあ、ただねファッション対決をやっちゃファッション YouTuber でもないので、うん、まあ、今回は縛りというか、おう、まあ、時間とお金を、まあ、天秤にかけたというか、まあルール説明した方が早いですね。そうですね。一人は1万円使えます。うん、一人はけど1万円使える人はショッピング時間は10分でございます。あー10分、10分か。なんか試着もできない説ある。そうだよね、こう目利きで、そう、目利きで1万円でこうです。あ、なるほど。そのもう一人は5000円使います。あ、で5000円で30分。あ、まあでも正直ね、服の30分って超早いのよ。そうだね、試着なんやらしてたらもう結構時間つきのって早いんだよ。なるほどね。ラスト1人1000円。無理だろ。1000円でさ、1000円服売ってんの。1000円で1時間。ああ、まあ悩めはできるな。まあ買うところなんですけど、はい、それはもう独自で、どこでも行っていいです。おお、その時間内で、大丈夫なんで、さすがにここで10分スタートって厳しいんで、お店の前で10分間スタートするんですよ。なるほど。まあこれをどこをやるかはじゃんけんでもいいし、まあ、ルーレットでもいいんですけど、どうします。じゃんけんじゃない、じゃんけんじゃない、買った順でいいんじゃない。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こいしょ。おぉ、やった、やった、ほら、うわぁ。じゃあ、ご用意します。1枚でいってたと思います。おぉ、選ぶか、1枚。じゃあ、私は30分の5000円で。おぉ、まあまあまあ、僕は1000円10回、1時間でね。はい、テーマとかないんだ。あ、ごめん、言うの忘れてました。ちゃんと決めてました、テーマ。おぉ、帰ってくるにはごめんかもしれません。おぉ、今回のテーマ、彼女との初デートです。初デート、初デート、慣れてないよ。そう、いや、逆にというて、で休めで、まあ、戦えた時に切るところ、まあ、そう、そのね、やっぱ切る人ですからね。やめ、それを言ってしまう。無理だな。というわけで、早速やっていこうと思います。それでは、いきます。じゃあ、それでは早速、僕は、今回古着屋さんでリベルテというあの柏のお店でやらせていただきます。ここはもう企画、あの企画でも使いましたね。3日間カラオケ生活なので、服の調達でここでお世話になりました。それでは、10分間、用意スタート、行ってきます。もう会計済ませない、済ませてないとダメだよ。そっか、何分とか書いて、100円からって書いてある。口ぶらアイテム100円から、はい、ありがとうございます。すいません、39秒。お会計した時点では終わってたんだけど、その詰める先ほどでちょっと行けたと思います。もう、まあ、変な話、女の子受けするんよりは頑張ってみよう。ハードル上げたよ。いや、そういうダメなこと言っちゃったね、俺。自分でハードル上げちゃったね。もう分かんないですからね。ということで、はい、僕は美号に来ました。おー、おいしいですね。まあ、なんか古着、美号古着みたいなのができたみたいなんで、結構いいんじゃない。いいよね、5000円。しかも30分なら結構ね、さっき体感は短く感じたけど、30分あれば結構選べる気がする。時間に気をつけながら頑張っていきます、はい、それでは、よーい、スタート、いってきます。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。 OK ですか、もう。もういっ、残り4分残ってますよ。大丈夫です。自信は、自信、うん、ハードル上げよう。まあ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 、はい、ないですか。おほんなるほどね。まあ次行きましょう。はい、行きましょう。さあ、問題の時間です。君が一番難しい分野じゃないですか、いろんな意味で。うん、だからふざけません。ああ、あのデートに行くから、この服装で別れる可能性ありますかね。あるよね。大いにあるから、あの絶対にふざけないし、なんかその初々しい気持ちを全面的に出したいと思って、計画的に。とりあえず精一杯探します。で、ハエテ君の場合なんですけど、あのこの行ってきますでもう終わりにしちゃいます。あ、そうだね。もうあとは全員を楽しむ。初見、あのハエテ君の場合ね、もう袋も見たらちょっとなんか予想できちゃうのと嫌なんで、ぜひお楽しみください。じゃあ、早速行きましょう。1時間、よーい、スタート。待ってなくてもいらっしゃい。さあ、先に向かうのはこの子はどこだ。さあ、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 はい、それでは
皆さんショッピングしました。しました。私たちブラック上です。まあ正直ハイテクが一番むずいというか、まあそうです、おもろいかと思うので、じゃあ僕から1万円5000円1000円の順番でいきたいと思います。じゃあ僕最初にね、見せたいと思うんですけど、まあ、僕は試着することができなかったです。そうね、時間が10分だった。そう、もうお店の人に何色のパンツありますか、あるよって教えてもらって、もうそれを買ってそれで来ました。なるほど。色で1万円の服装ですね。1万円の服装ですね、が10分間でコーディネートした服がこちらです。ああ、なるほどね、はい、なるほど、お前だな。これですね、安定にやっぱいい感じだね。うん、まあこちらも夏といったらやっぱ、ね、爽やかっていうか、まあ僕あんま白質持ってないんですけど、うん、まあこちらを白で、これは違う4000円ですね。割といいね。割といいね。するやつでした。でこちらのパンツも、まあなんか俺な最近こういう色が入ってるんで、まあ、僕も今好きなので、まあこれも4000円、うん、で残り2000円だったわけですよ。うん、ちょっと2000円でね、アクセサリーとか買ったらいいなと思って、まあ、ニーズだった。この買ったんだ、それ。これ、なんかミサンガというか、なんかそういう、まあ、ブレスレット、ね、レットを、これが1300円だったんですけど、そこのお店は1999円か半額セールになってるんで、もう1000円ぐらい余りましたね。なるほどね。まあでも、トータル1万円超えでございます。おね、一つ、ね、そのおしゃれですね。そうだね、おしゃれなんですけど、はい、真夏にそれ1枚で大丈夫です、ね。いや、そうそうそう、肌にね、だいぶやっちゃってる、やっちゃってるんですよ、やっぱエッチーよね。汗かいてしまったら、もうスケスケの好きなんで、やる気満々だ。そうそうそう、肌着を変えなかったんですけど、もう時間がなくて、あ、見つけるの時間がなさすぎて、もうギリギリでもう会計済まして。なるほど、さすがファッションマッチョ。いや、そうやろ。じゃあ続いて僕ですね。はい、僕は、ウィゴーに行ってきたんですよ。はい、はいはいはい。まあまず見てもらいましょうかね。おう、これ確かお題が友達の飲みに行く。違う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 。彼女との初デートです。うん？全然違う。あ、え、彼女との初デート。あれ、彼女の初デートです。あー、やっちゃったかもしれないな。おー、あ、やってんね。居酒屋コーデ。居酒屋っすね、これ。友達とちょっと近所で行くかって言って、かな、ちょっとこれとこれで行くかって言ってきたんで。まあこれね、わけがあるんですけど、僕最初に考えてたの、長ズボン、うん、こういうね、うん、爽やかな感じの T シャツ、うん、そしてなんちゃってバーバリーみたいな、あ、チェックのね、はいはいはい、羽織ってって思ったんですよ。うん、今こんな安くないね。まあでもそれも仙台っていうのは、服は安いの。まあまあまあ、服屋にして安いの、うん、安いんだけど、大体が1990円、2990円、3990円、うん、大体そう。で、組み合わせると税で超えるんですよ。まあ、それが難しいね。税を抜いたら4000円コールなの。1000円、2000円なんですよ。で、ギリギリまで探したんですけど、安いズボン買ったんだけど、うん、僕もも周りがあるんで、うん、履けなくて、これきついなと思って、ハーパンで行こうと思って。なるほど、ね、で、ハーパンに合う服、 T シャツじゃ面白くないなと思ってちょっと変えて買ったら、バドミントン選手みたいになっちゃった。それだ。バドミントンこんな格好なんだ。そうだよな。ユニフォームが。がそんな感じだ。まあ、普段着は使える感じ。5000円の30分はこんな感じです。なるほど。リゴだと。リゴだとね。次ですね。1000円です。なんかチラッと見えてくるんじゃない、うん、揺さげな。それはちゃんとしてるって思っちゃう。今回僕行ったお店、サンキドン・キホーテで、タクが行ったお店で藤木屋さん、藤木屋さんに、まあ1時間ありますか。そう、ね、そう、結果的に、古着屋さんが最高でしたね。あー、またそうだね。あえてね、古着屋さん最高なら俺行けたい。あ、そうなのよ。そうなの、絶対ね。びっくりするんですよね。行けた。行けました。いいところ、いいとこでした。おー、めっちゃ気になるから。こちらが僕のデート、初デートに行く1000円コーデでございます。あ、なんで待った。スマートじゃん。おー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 。授業参観か。手振ってあげて。うわ、いるわ。お父さんだ。いいね。マジで？あ、靴下抜いてたけども。パンツ、シャツ。マジで？Tシャツ。これで1000円。そしてこれもですね。あ、俺もいい。これ300円だったでしょ。300円。俺もいいか。内訳が見たい。内訳が。こちらシャツが、うん、これがもともと900円、うん、
なるほど。お元値がね、もう終わりですね、元だったら。で、450円になります。おー、半額セールで。シャツ、100円で、普通に売ってる。うわー、だから買えばよかった、それ。わかんない、もう見えないの、そんな余裕なかったら、俺。そして、パンツ、これが300円。300円、が、めちゃくちゃ逆にさ、300円でさ、そのサイズがあったのマジで奇跡に等しくない？いや、本当にジャストだもんね。俺はもうあの、3期で550円のあの、短パンの迷彩を見てたの。で、最後の希望だと思ってそのお店に行ったら、うん、半額セールで、あーもう余裕できてもだって、で、合計で930円。うわ、すげえ。これは買い物上手だ。いやあの、初デート感で言ったら、生えてるのか初デート感青って結構やっぱ爽やかなんで、夏感もあっていいのかなと。すげえ。しかもアクセをつけれるってさ、お金に余裕がないってさ、考えられないっていうかさ。確かにね、これ金ないもんね。金ないもんね。先発の高いが満載なんだ。やべえ。手前に入ってこだわりすぎたやつ。やっぱ時間っていう利点が大きすぎて、あやっぱ吟味できるし、試着もできるんだよ。だから店員さんとも会話できるんだよ。なんならアトバがもう一個増えたみたいな。アトバがもう一個増えた感覚でできるから、ね、時間すごい重要だなと思って。見た目なんかごまかせるの時間ですわ、やっぱこの企画の一番大切なところ。なるほど。変な話したらだって1000円ってことじゃん。5000円だったら本当にそれこそね、正気は短パン買うこともなかったと思う。短パン買うことはなかったね。だからここの差は値段というよりも1時間か30分よ。店舗を回れるか回れないか。さすがにね、30分で次の店舗行こうっていうないね、時間の余裕もないですからね。ということで、ぜひとも僕のことは参考にしないダメな例になっちゃった。初デートに行くと時間に余裕を持って古着屋に行きましょう。そうそう、結局はまあお金があればすぐ出かけもう俺の結論すらも今飛ばしたら余裕ですね。お金持ちになればもう余裕です。皆さんも頑張ってお金持ちになってください。それではまたファッション動画でお会いしましょう。さよなら。風を切って走っていく希望の街へ。3人でできんの？暴かれるな。野球をやるには練習が必要だ。バッティング早い。ズブリだ。ああ。100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 。